これ胸のうつ伏せです。で胸と心臓、はい、肺や、まあちょっとこれ呼吸みたいだけど問題はないと思います。呼吸っていうのは息を吐いた時、息を一番吸った時にガサッてやりたいんですけど、うまくやれなかった。これは吸気だ、最大吸気に近いと思います。心臓と気管、まあ気管ちょっとだけね、このこういうとこ気管虚脱って言ってね、こういう子が咳すると治りにくい。でもまあ肺野はまあまあ綺麗で、大動脈もしっかり見えてます。高大静脈もしっかりじゃない、高大静脈はこれね、見えてますね。高大静脈って何ですか？あ、心臓へ帰ってくる、後ろから来る一番太い静脈ですね。ここからは心臓から出る一番大きな動脈ですね。で静脈は、前大静脈は見えないんですけど、前上から来るやつはね、後ろから来るやつはここら辺に見えてくるんですね、はい、で問題のお腹、こちらへどうぞ。問題のお腹なんですけど、横向きと正面ね、はい、で正面の方が有利ガスは分かりやすいんですけど、はい、胃の中のガス、はい、でちょっとドーナツ状に見えてるけど、これは胃液ですね、はい、でここにこのガスが見えてます。まだありますね。でもこれはね、有利ガスじゃないです。胃から繋がってる十二指腸や、あ、そうなんですね。十二指腸のガス、そう、外のガスじゃない。だから有利ガスはないですよ。よかった。でこれもこの隙間関係ないんですよね、この、うん、これは脾臓だから、これガスではないと思います。で腸のガスが、まあ、ここにもあってということで、はい、こうやって見る限りでは有利ガス、こういうところとかこういうところにさ出てたからさ、出てました。うん、まあレントゲンでこうやって正面で見る限りはないと、はい、横向きで見ても横隔膜があって肝臓、まあこの辺に胃があって、腸内ガスはちょっとだけありますけども、うん、有利ガスはない。よくなくなったんだけど、別に手術したわけでもないようにね、うん、ということでレントゲン所見はだいぶいいですね。まだちょっとガスが多いのと胃壁が分厚いからちょっと破壊よりね、この分厚いのはやっぱり治ってくると思います。はい、だんだんに治ってくると思います。あれどう思いますか、膜炎